今日のお約束はこちらです。提出する用紙には名前と番号をお願いします。本を紹介しますので、気になった本があればタイトルやコメントをメモしておいてください。感想や質問を書くのも OK です。世界での実施75周年を迎える水道水フロリデーション、復活物による虫歯予防の原点である水道水フロリデーションの歴史を紐解いてみましょう。1900年、コロラドスプリング。1900年代初頭にコロラド州コロラドスプリングにて開業した若き歯科医師フレデリック・マッケイは、多くの住民の歯に虫歯とは違う茶色いまだらがあることに気がつき、シカゴのノースウェスタン大学歯学部長の G.V. ブラックにこの症状について調べてもらえないか相談しました。1920年代、マッケイは飲み水に混入した、あるいは不足している何かがこの原因となっていることを疑っていました。同時期、マッケイはもう一つの重大な発見をしました。これらの症状のある歯は驚くほど虫歯になりにくかったのです。1930年代に入ると、当時の最新の分析装置により、この症状の多い地区の水には、フッ化物が多く含まれていることが分かりました。さらに、アメリカ公衆衛生局のフレンドリー・ディーンは、イリノイ州のオーロラにて、マダラの症状がないままに虫歯の少ない地域があることを発見しました。1リットルあたり1ミリグラムという低濃度では、マダラの症状が出ることなく、虫歯だけが少ないことが分かったのです。1939年、ペンシルバニア州ピッツバーグのコックスは、実験結果に基づき、虫歯予防のため、水道水にフッ化物を加えることを提案しました。この提案を受け、4区8つの都市にて、水道水フッ化物添加、水道水フロリデーションの効果を調べることとなりました。昭和20年、グランドラピッツにて、フロリデーション実施。今から75年前、第二次世界大戦中である1945年1月25日、現地時間の午後4時、虫歯予防の原点である水道水フロリデーションがアメリカのミシガン州グランドラピッツにて実施されました。現代につながる虫歯予防の原点、今年はその75周年となります。グランドラピッツを含む4組8都市の比較研究は、時も抜く成果を上げ、フロリデーションは急速に全米へと広がることになります。フロリデーションの歴史は、マッケイ、ブラック、ディーン、コックスといった好奇心旺盛な専門家の研究から調査が始まり、安全で効果的な虫歯予防の礎となった古典的な物語だったのです。本当に今更なのですが、ブクブクうがいをしたり、水道水にフッ化物を添加したり、虫歯ってそこまでして防がなきゃいけないものなのでしょうか。なぜ私たちはそんなに虫歯予防にこだわるのでしょうか。ここでは代表的な説明を2つご紹介しましょう。健康格差の存在。健康格差！いくつか定義がありますのでご紹介します。人種、民族、社会経済的地位による健康と医療の質の格差、回避可能で不必要で不公平で不公正な健康のばらつき、税制、事業規制、福祉給付、医療財源における社会の決定による結果。社会経済的地位とは、学歴などの経歴や所得の水準のことです。この定義からわかる通り、性別や遺伝的な面ではなく、社会に原因がある！健康のばらつきを
健康格差と呼びます。貧しい人たちは集団で比較すると病気にかかりやすかったり、寿命の状況も悪いことから、健康格差は貧しい人々に固有の問題であると考えられてきました。本当にそうなのか確認してみましょう。全国虫歯ハザードマップ。こちらのグラフをご覧ください。これはここ5年の地域ごとの虫歯のなりやすさの地図。いわば虫歯のハザードマップです。色の薄いところが虫歯の少ない県。色の濃いところが虫歯の多い県です。このグラフで考えてほしいことは2つ。1つは毎年新しい12歳児を調べているのに、都道府県の順位の傾向にはほとんど変わりがないということです。どの地域に生まれたかで虫歯のなりやすさが決まるということが一目でわかると思います。これを健康の社会的決定要因と呼びます。もう一つは虫歯の多さはなだらかで大倍をもって変化しているということです。虫歯の多いところと少ないところがあるのではなく、真ん中のところもあるのです。一昔前には二極化といって、虫歯の多い地域、虫歯の多い集団を見つけて対策をすればいいと言われていましたが、実際には虫歯の多さはなだらかな勾配を持っています。これは都道府県の中、市町村の中、地域の中、どこで調査をしても勾配が確認できたため、グラフの見かけ上の性質ではなく、虫歯の分布の本質であると認識され、健康の社会的勾配と呼ばれています。ここからわかるのは、健康格差は言葉の印象から受けるほどくっきりと違いがあるものではなく、そしてくっきりとはしていないものの間違いなく存在している。それは社会に暮らす私たち全員が影響を受けているということです。このグラフは12歳児の資料によるものです。12歳児の時点でこれだけの影響が認められるのです。どうして放っておくことが許されるでしょうか？なぜ健康にこだわるの？私たちはなぜ健康に価値を置くのでしょう？社会疫学の専門家である一郎河内は2004年不公平が健康を損なうという本の中で述べている理由を紹介しましょう。健康を追い求めようとすると時に他の目標とぶつかり合ってしまうことすらある。しかし健康はいろいろ個人の能力がある中での不可欠の、そして測定可能な要素である。健康は自分にとって大切な計画や事業を追求する際の自由を与えてくれる。だからこそ私たちは健康に価値を置くのである。ロリデーションファクス2018。本日ご紹介した水道水フロリデーションについての解説書の決定版フロリデーションファクス2018の日本語版がこの秋出版されます。改訂ポイント1、Q&A が増えた。Q&A がフロリデーションファクス2005から11項目増強され、69項目となりました。安全性については、環境への影響、推奨濃度の改定、公共政策については、健康格差、インターネット情報の信頼性についてなどが追加されており、ここ10年の公共政策のトレンドを意識した改定となっています。改定ポイント2、推奨濃度が改定されたフロリデーションファクス2005までは1リットルあたり 0.7 から1.2 ミリグラムとされていた推奨濃度がフロリデーションファクス2018では1リットルあたり 0.7 ミリグラムへと改定されました。1962年以来気温に応じて 0.7 から 1.2 ミリグラムとされてきた推奨濃度ですが、エビデンスの蓄積、復活物応用の普及、ハロ、フッ素症のリスク、外気温と水分摂取量の関係の見直しから、アメリカでは 0.7 ミリグラムが推奨濃度であるとされています。今日は
皆さんの将来についてお話ししたいと思います。皆さんは数年後にはここに並べたような研究者、病院士官、歯科矯正、開業への準備といった選択肢の中から自分の将来を選び取り、一人前となるための準備をしなければいけません。目指す将来への道のりのことをキャリアパースとかキャリア形成と呼びます。研究者を目指すのであれば、大学院へ進学し、ある程度の論文の質と数を揃えることが必要です。病院歯科に勤めるのであれば、病院歯科と交流のある教室へ、保健所など公衆衛生に使えるのであれば、行政と交流のある教室への進学が必要でしょう。では、開業医になるには、どんな進路が必要でしょうか。皆さんは、僕は研究者になるから、あるいは大学病院で仕事をしたいから、開業医のキャリアパースには興味ないな、という方も多いと思います。それもそうです。大学には部活の先輩もたくさんいます。親切に指導してくれるライターの先生もいて、安心して腕を磨ける環境がありそうです。これは2012年の歯科医師の所属する施設についての資料です。実際、20代、24から29歳の歯科医師は過半数が大学病院に勤めています。しかし、皆さんが歯科医師として一人前になる30代で大学に残っている方は 16%、 40代で大学に残っている方はわずかに 8% とも読み取れます。皆さんの中にもしも開業の方が借金、失敗のリスクがあって大変そうだなという理由で大学に残ることを考えている先生がいらっしゃいましたら、正しく現実を認識してください。40代で大学病院と病院歯科に残れるのは 8%。 学部の同期の先生の中でも4人程度です。せっかく大学で専門性の高い技術を身につけても、それを活かす場所は大学には残っていないかもしれません。ご存知の通り、大学は論文の質、数などの業績が評価される世界です。4つの席をめぐってライバルになるのは、なんとなく大学に残った先生ではなく、研究が大好きで、学生の頃から教室に出入りして、雑誌や学会で評価される研究の流行などにも敏感な先生です。そこで今日のテーマはこちらです。開業とは何か。大学の外で働くってどんなリスクがあるの？開業って借金ってどんなリスクがあるの？そもそも開業って何なの？どうすれば開業できるの？在学中は学部長、教授といった学内の成功者に囲まれているので、開業における成功のイメージがつかめず、開業と大学に残る恩恵とリスクを正しく評価するのは難しいことと思います。そこで今日は開業とは何かということをお話ししましょう。開業の一番大きな意味は、夢の診療スタイルを実現するということです。もしも大学や勤務医で夢の診療スタイルが実現できているなら、開業の必要はありません。そしてもう一つ
大切なのは、スタッフを雇用するということです。雇用というのは、スタッフの生活とその社会を守るということです。これは経営者の最も大切な仕事で、勤務医の頃にはない社会的な役割です。そして、自発的な納税です。勤務をしているときは、天引きといって、税金などを引かれた給料を手にしますが、開業医は自分、そしてスタッフの税金を計算し、国と自治体に託す責任があります。そして、これらの夢、社会貢献を実現するために、借金というリスクを背負います。これからお話ししますが、手元に十分な自己資金があれば、無借金での開業も可能です。しかし、より大きな夢、より大きな社会貢献を果たそうと思うと、借金というリスクと向かい合うこととなります。これが僕の夢の診療室に掲げたテーマです。僕は人が入りやすい診療室を目指したので、明るくて開放感があって、怖くない、安心感があって、清潔感がある。こんな病院を目指しました。他にも、高級感、最先端、高い専門性、地域一番、行列のできる歯科医院、など、いろんなキーワードがあるとは思うのですが、僕はこのキーワードが一番僕の理想に近いと思って決めました。これは開業後の主な階層です。研修医や勤務医を受け入れできるように、2年目と6年目に来院患者数がユニットの限界、それは1台10人と言われていますが、それを超えたあたりで改装しています。開業までのキャリアパスといっても、皆さんが本当に知りたいのは、道のりよりも借金は本当に必要なのか。実際には、おいくらくらいお金が必要なのか。腕はどれくらい必要なのか。開業は何年目くらいがいいのか。どれくらい修行が必要なのか、というあたりでしょう。これら、厳密には、キャリアパスではないのかもしれませんが、これらを知ることで、キャリアパスが見えてくる。今日から、そして、卒後、どんな生き方をするべきなのか、自分で考えられるようになる、と思いますので、ここから話を、始めましょう。では、目指す診療スタイルをイメージしてください。なぜ目指すスタイルをイメージするのか。それは、先見の跡を踏んでいくのでなければ、大いには入れない。つまり、自分の理想に一番近い先生を探さないと、そこで修行できないからです。一件目の修行先というのは本当に大切で、やっぱり卒後すぐはわからないこともたくさんあるし、辛いこともたくさんあります。その時、そこの院長が本当に尊敬できる人、この人を超えたいなという人なら、頑張りがいもあるし、辛いことも乗り越えられると思います。逆に、いくら条件が良くても、尊敬できない先生、こいつを超えても何にもならないなっていう先生の元で修行するのは、本当に辛い部分が多いと思います。
自分の理想に一番近い先生を探して、そこで修行する。それにはもう一つ理由があります。それは皆さん、今はどこで修行したかで何が身につくかということに目が行くと思うのですが、人生にそれ以上に影響してくるのが、この参考に預かりたい。つまり、あの先生のところで修行した先生だから大丈夫だろうと評価される。いわゆる親の七光的な部分です。大学進学を選んだ皆さんならわかると思います。僕もそうです。なんとなく自分は何々大学出身なんだって思われたくて大学を選んだ部分、ちょっとはありませんか？卒業したら大学とは関係なく、本当に実力のある人に出会って、それは勘違いだったってわかるんですが、その話はまた別の機会にしましょう。そういうふうに人を評価しない人もいるかもしれませんが、多くの人が肩書きや履歴で人を判断したり、判断されてしまいます。僕も卒後勤めた場所が熊沢市かといって、規模が大きく地域でも有名な歯科医院だったので、2軒目、3軒目に就職するときには、熊沢歯科で3年も修行したのなら、ぜひ一緒に仕事がしたいと実力通りに高く評価され、いい仕事を残してきました。大学で非常勤講師の仕事や臨床講師、臨床でも学び歯科で臨床実習や研修医の指導などの仕事もしていますが、その時も熊沢歯科で働いていたのならという背景があっての評価だと思いますので、経歴は本当に大きな影響があるものだと思います。開業医の診療スタイルは、一つは自費専門です。矯正やインプラント、歯周病、歯内療法などに特化した技術を持っていて、1日数人という単位で限られた患者を見て、それに見合う報酬を請求するというスタイルです。もう一つは保険中心であり、これは1日に数十人という患者を見て、決められた診療報酬を請求するというスタイルです。尊敬できる先生は、自然と自分のやりたい診療スタイルを実践している先生の中から見つかるものだと思います。僕の場合、尊敬する先生は保険中心の先生だったので、ここからは保険中心の開業医を目指す場合のキャリアパスについてお話ししたいと思います。開業までのキャリアパスは、この夢を実現するための計画書と呼ばれる事業計画書を書くことで明らかになります。事業計画書とは、1日何人くらい患者を見るのか、1日いくらくらい売上を見込むのか、など具体的にすることで、どのような資金計画が最も合理的だと考えられるのかを突き詰める計画書です。一日何人くらい来るかなんて開業してみないとわからないし、売り上げを見込むなんて川男容みたいで嫌だな、誰かに書いてもらえないの？というのは当然あると思いますが、ここで重要なのが、事業計画書は書いた人にとっての夢の計画書になってしまうという事実です。というのも、事業書を書いてくれる業者、コンサルタントというのはいくらでもいます。
しかし、コンサルタントが書いた計画書というのは、コンサルタントの夢を叶える計画書になってしまいます。そういうことで、しばらくお金の話が続きますが、ここで気持ちをスイッチしてほしいのですが、なぜ夢の計画書がお金の話になるのか。それは夢の実現のためには周りの人たちの協力が必要で、周りの人たちは皆さんの支払い能力を信用しているからだと、協力してくれるというのが事業計画の大前提だからです。これは皆さんが立場を反対にすればよくわかる話だと思います。就職をするとき、支払い能力のない歯科医院を選びますか？スタッフが毎日出勤する技工所が毎日ルートで回ってくる材料屋さんが緊急で材料を用意してくれる。テナントが場所を貸してくれる。これはすべて僕が魅力的だから協力してくれているのではなく、僕の支払い能力を信じているから協力してくれているのです。支払い能力というのは、支払い予定日に通帳に残高があるのか、ないのか、ということですから、どうしてもお金の話は避けては通れないのです。これが最低限必要な金額です。ユニットが1台300万、ユニットを動かす機械に100万、カルテ用のパソコンが300万、滅菌機やレントゲンで数百万、もろもろで1700万程度となります。間取りは小さめに3台分と待合室などを考えると、最低でも25坪程度広さが必要です。内装費は間取りに応じて価格が決まり、相場では坪単価50万程度と言われていますので、掛け算をすると1300万程度かかります。この設備と内装など形に残るもの、これを固定資産と呼びます。その他、開業したての売上がない時期の借金の返済、家賃、スタッフの人件費、材料費、技工料品、自分の生活費が必要です。これらの形に残らない費用に充てる資金を運転資金と呼びます。ここで固定資産と運転資金のすべてが自己資金、貯金で賄えれば無借金で開業ができます。そして貯金で賄えない場合、どれくらい借金をするかというと、最低でも形の残らない運転資金の部分は貯金をして自己資金で賄い、設備内装という固定資産、ここは借金で調達する。これが借金の基本的な考え方です。ということで、設備内装の3000万。これを借りた場合の返済と家賃、人件費などが分かれば、いくら貯金をすれば3000万借りられるのか、検討がつきます。3000万借りた場合、15年返済の場合、元金を180回。これは15年かける12ヶ月という意味です。割ると 16.6 万。利息は年利 2.4% と考えると月に 0.2%。3000万の 0.2% は6万ということになり、合計すると月に 22.6 万の返済。
となります。利息については、日本政策金融公庫、利率で検索すると、現在の相場がわかります。家賃は、坪単価1万と想定すると、25坪で25万となります。人件費は、時給1200円というあたりで想定すると、土日休みの22日かける1日10時間くらい、このように掛け算をすると 26.4 万となります。光熱費、自分の支払いを含めると毎月100万の支払いに耐えられるだけの貯金が必要ということが分かりました。では、この100万円何ヶ月分払えるだけ貯金が必要でしょう。これは最低でも半年、6ヶ月は患者が来ないことを想定しましょうと言われています。半年というのは、まずは1月、2月、自分の理想とするスタイルで診療して、もしうまくいかなかったら、焦らず状況に応じて同窓会や歯科医師会の先生に相談して、軌道修正ができるようにという期間です。この期間が半年を超えて長ければ長いほど気持ちに余裕が持てますし、軌道修正にも余裕ができます。正直、1000万貯められれば気持ちにも余裕ができますし、実際お金もスムーズに借りられるのではないかなと思います。え？お金があれば腕はなくてもいいの？って思う先生がいるかもしれません。実際には開業してからの患者さんに対する責任感なども大きくなり、腕がつくのは開業してから数年後というのが実情ではないかなと思っています。では、この500万どのくらいで貯めるかというと、だいたい開業を意識して3年ぐらいで貯めるものだと思います。これは僕もそうでしたし、同期の先生に聞いてみても3年くらいかなということなので、まあそのくらいということにしましょう。3年、つまり36ヶ月で500万貯めるには毎月14万の貯蓄が必要です。これは手取りにするとおそらく50から60程度必要かなと思われます。ということで手取りを60超えたかなというあたりで開業を意識するというのが妥当な開業計画でしょう。そして重要なのはその時の院長先生も手取りで60以上出すようになると、こいつは3年後には開業資金が溜まってきているかもしれないな、と評価しているということです。もしも皆さんが院長から来年は60出すから一緒に仕事をしようと言われたら、先生もそろそろ一人前に近づいてきたのかな、そういう意味だと思っていいと思います。3000万そんなに借りて大丈夫だな。普通の金融機関はお金の管理能力のない人にお金を貸すほど悪どいことはしていません。返済利益、公共料金、家賃、税金の支払いなどは信用情報と呼ばれ、本人にはわからない形で格付けをしています。借金を終えるということは返済能力があるという評価なので、自信を持ってください。これは俺のイタリアン、俺のフレンチという店を開いた人の本です。立ち飲みのイタリアン、フレンチならテナント代が
浮くから、いい食材で勝負できるのでは、というアイディアから店作りが始まったそうですが、一番重要なのが、そのアイディアを数字で表現すること。この家賃ね、立ち飲みで何人くらいお客さんが来たら、どれくらいの食材を使えるだろうか。そこのすり合わせをして、思ったよりもいい材料が使えそうだとなったら、お客さんはみんな期待より美味しい、楽しいということで、お店が繁盛するということになりますので、そこのシミュレーションの重要性を説いています。ちなみに、月100万売り上げるためには、1日あるいは1時間にどれくらいの売り上げが必要でしょうか。事業計画書では、支出は大きく、売り上げは小さく見込んだ方が修正がしやすいので、休みは週休2日、祝日休みで計算すると、1月に22日の診療体制となります。1日7時間診療だとすると、月154時間、1時間に約6500円の売上が必要です。厚労省によれば、1日あたり医療費、いわゆる客単価は7100円とのことですので、1時間に1人の診療体制でちょうど100万円程度の売上ということになります。保険診療が中心であれば、スタッフやユニット、診療時間、診療日数に投資をすることで、1時間に2人、3人に対応できる診療体制を整えることの重要性がわかることと思います。こちらは売上に応じた収支の予想グラフです。1時間に1人の診療体制で売上が100万程度ですと、家賃、返済、材料、移行、人件費などで生活費はほとんど残らない。黙っていても100万程度の支出があるということがわかると思います。開業前の生活。例えば、手取り60万の生活を維持するには300万程度。1時間に3人見る。その中で自分の理想とする医療を提供できる診療体制を組み立てる。そのことの重要性がわかることと思います。まとめです。開業に必要な支払いは、機械代で1700万、内装で1300万、合計3000万。これを借り入れすると、返済、その他の支払いは、患者が一人も来なくても月100万程度となり、半年は患者が来なくても支払いができるようにと考えると、最低でも500万。できれば1000万程度自己資金が必要です。月に14万程度貯蓄できるようになってから3年をめどに開業のイメージと考えると開業へのキャリアパス、道のりが具体的に見えてくるのではないでしょうか。商売繁盛の秘訣？気分転換として医療の継続性、持続可能性について考えてみましょう。診療所にとって商売繁盛とは、病に苦しむ方が多いということですから、手放しで喜べることではありませんが、必要に応じて適正な医療を提供し、地域社会に貢献することは、医療従事者の最も大切な役割の一つです。この役割を全うするためにも、医療の継続性、持続可能性についてしっかりと考えておかなければいけません。え、右で開業？左上は東京スカイツリーの開業の様子。右下はある
商店街の様子です。皆さんはどちらの方が医療体制を維持しやすいと思いますか？立地についてシンプルに考えましょう。活気のある場所と寂れた場所、どちらがいいか。寂れた場所が好きな人もいるかもしれませんが、常識を磨いて経営に生かしましょう。人気の陰では地元の商店街は経営が厳しくなる。これが現実です。これは2014年の報告です。25年後、皆さんは開業して10年以上経過しているかもしれません。さて、建物も設備も古くなってきた。新しくしようかというとき、そもそもそこに町は残っているのか。いくら腕が良くても人のいないところで経営が成り立つのか。もちろん過疎化の進む地域の診療体制を守ることは大切です。どのような地区であれ、そこに住む人たちにとっての医療がないがしろにされていいはずがありません。しかし、もしもそのような地区で開業するのであれば、なおさら医療の継続性、持続可能性について検討が必要でしょう。立地というと周りの同業者の件数が気になるかもしれませんが、実際には周りの同業者の件数よりもその町の将来、町の中でも目につく場所かどうか、歩いている人はどれくらいいるのか、そういう部分をしっかり見ることが大切だと思います。いい場所を選んで、そこに歯科医院があると認識してもらえるようになったら、次はそこに入りやすいか、そうではないのかがポイントになります。真奈美歯科の場合は、通りに面していて、ガラス張りのテナントを選ぶことで開放感を、受付は温かみと安心感をイメージしやすい暖色系の壁紙、床材を、診療室は寒色系の壁紙、床材、照明で清潔感を強調し、受付や診療室に入りやすい雰囲気作りを考えました。高級感を出すのであれば、オフィスビルの上層階、重厚感のあるエントランスにしたりと、理想にとった入りやすさというのがあることと思います。受付に予約を取りに来たときに、嫌な匂いがしたり、歯の切削音が聞こえると、せっかくの受診の決意が揺らいでしまいそうです。匂いがつかないように、ユニットには薬品を置かずに、金属音を避けるため、洗浄は機械洗浄にし、匂いと音の両方を軽減させる口腔外バキュームを設置したり、真奈美歯科ではこのように受付に入ってきた時の不快感が少しでも軽減するように工夫しています。最後にポイントになるのが、支払いが高すぎないということです。こちらに総務省の全国消費実態調査の資料があります。消費支出及び世帯人員に対する品目別消費支出の回帰係数及び弾力係数、いわゆる家計の支出弾力性ですが、これが1より大きいというデータがあります。簡単に言うと、支払いが高いと治療が中断してしまうということを表しています。適正な医療費について患者と価値観を共有することの重要性を読み取ることができることと思います。ここで耳寄り情報の時間です。
皆さん、事業計画書とか、立地とか、お金のこととか、もう、めんどくさくなってきたな。これ、全部、うまく、業者に丸投げできるいい方法、魔法の言葉があるんじゃないかな。そんな、悪魔のささやきが、聞こえてきませんか？そうです。実は、あるんです。魔法の言葉です。どうですか？聞いてみたいですか？聞きたくない人は、今すぐ、10秒だけ音声レベルを下げてお待ちください。では、音量を下げなかった皆さんだけに、特別にお教えしましょう。そんな魔法の言葉は、ありません！もし、業者が事業計画書を書いたなら、それは業者の書いた夢であって、あなたの夢ではありません。借金のリスクを負い、独立する覚悟を決めて開業しても、実現するのはあなたの夢ではないのです。もう一度、借金をするとはどういうことなのか、独立をするとはどういうことなのか、よく見つめていただきたいと思います。自己資金を貯めて、事業計画書を書き、立地や入りやすさについても、自分の理想を実現するイメージが固まってきた。さて、そのイメージが周りの同業者と被っていたらどうしようか。何か違いを出す必要はあるんだろう。事業計画にはない、さらなる投資をして、何か違いや新しさというのを打ち出した方がいいんじゃないだろうか。僕はそうは思いません。事業計画を実現するために、やるべきことをやる。それが先決だと思います。今日は、院内感染管理とスタッフ管理について考えてみましょう。こちらは2013年のアメリカでの報道です。ずさんな衛生管理により、患者に重大な病気を感染させた可能性が報道されています。診察を受けた約7000人が C 型肝炎やエイズに感染した恐れがあるとのことです。こちらは2017年の国内の報道です。全国の歯科医療機関が歯を削る医療機器を使い回している可能性がある。厚労省は5年前の調査と比較して改善はしているものの満足できる水準ではないと分析しています。2つのニュースをご紹介しましたが、院内感染についておさらいしておきましょう。院内感染とは、病院内で新たに感染症にかかることを言います。病院は多様な病原体にさらされており、その中には薬剤、耐性菌も含まれ、感染への抵抗力の低下した人も多くいます。このように病院内は常に院内感染のリスクにさらされており、適切な対策が求められます。こちらはアメリカからの報告です。アメリカでは医療過誤による死亡が全死亡の8番目であり、交通事故、乳がん、エイズによる死亡を上回ると報告されています。医療過誤による死亡にも様々な原因がありますが、院内感染による死者も決して少なくないものと思われます。もう一つ考えなければいけないのが、医療はチームワークであるということです。一人でできることはあまりにも限られています。世の中で人間関係がどれくらい大切か、ということを考えるとき、ズバリ一
一言で表した映画があります。 Facebook 誕生を描いたソーシャルネットワークという映画からの引用ですが、世の中は社交の輪が全てというセリフがあります。医療においてもこれは決して無視できない視点だと思います。資金繰り、感染対策も大切ですが、鍵となるのはスタッフ管理です。全員がベテランという環境は魅力的ですが、医療の持続可能性を考えると、新人の全くいない環境というのは現実的ではありません。さらに、ベテランだからミスをしないというわけでもありません。人は誰でも間違えるものです。ミスが発生してから叱り倒し、人間関係を悪くするのではなく、誰でもミスなく仕事ができる、仕事に落とし込む視点が大切なのです。これは先ほどの報告書のまとめの部分です。作業プロセスを標準化することでミスを減らすことができると報告しています。その原則の2番目として挙げられているのが、人間が持つ限界に配慮したシステム設計。記憶への依存をやめる、重要プロセスを簡素化する、作業プロセスを標準化する、このような工夫でミスを減らすことができると報告されています。手洗いについて考えることで、この具体例をご紹介しましょう。手洗いとは、手指についた病原菌を減らし、感染するリスクを減らすことができる唯一の最も重要な手段であると言われています。手洗いで重要なのは、通過菌と呼ばれる比較的容易に除去できる微生物を除去することであり、常在菌と言われる除菌に対する抵抗性が高いものは洗い流す必要はないと言われています。手洗いについてミスを減らそうと考えるとき、重要なのが、グローブを捨てる場所を手洗い場の近くだけに限定しよう。手袋を取りやすく、グローブの箱をしっかり固定しておこう。グローブの補充がしやすいように、すぐ近くにグローブの在庫を置こう。ハンドソープはボトル型をしっかりと用意しておこう。手荒れを起こしにくいように、ニトリルのグローブを用意しよう、など様々な工夫があります。さらに重要なこととして、手洗いの手順を記憶に頼らずにできるように、手洗い場にこのような正しい手洗いのマニュアルを貼っておくことです。毎回シートを見ながら20秒以上手洗いをすることで、新人であってもベテランであっても、ミスをせずに手洗いができる。このような環境を整えることで、手洗いについて標準化をすることができるのです。手洗いが標準化されたら、次に重要なのは、治療の準備についてです。あ、糸が切れている。トイレに行くのを忘れていた。マスク、ずれちゃった。このようなことがあると、手洗いの回数が増える分、ミスが起こる可能性も高くなり、手洗いだけではなく、治療のクオリティにも影響がしてしまいそうです。準備をしっかりと標準化することで、このようなミスを減らしたいものです。ここで大切なのは、難しい仕事がいい仕事なのか、ということです。誰でもできる仕事と、ベテランが必要な仕事、医療機関としてはどちらの方がいい仕事なのでしょう。職人っぽい感じが好きな人もいるかもしれませんが、常識を磨いて経営に生かしてみましょう。
具体例の一つが院内マニュアルの整備です。頻度の低い処置の準備、あるいはベテランスタッフの欠勤や退職などに備えて院内マニュアルを整備しておきましょう。手書きや写真も交えて書くことで堅苦しくなく理解しやすく実践しやすく修正しやすいマニュアルを作ることでみんなの仕事を標準化することができます。院内マニュアルを整備することでこのような効用が期待できます。準備の曖昧さを排除することができる。ノウハウを蓄積することができる。ルーチンワークを改善することができる。実習生や研修医の指導にも応用することができる。その他にもチート、シートといって、まあ言ってみればカンニングのようなものですが、ブラケットテーブルの上に治療道具の置き方を付箋で明示しておくことで、記憶に頼らずに道具を準備することができる。余談ですが、ブラケットテーブルの上はラップで保護することで感染対策レベルを標準化することができます。アルジネートの電話の際には、はかりを使い、さらにそのはかりのそばには、飲酒用のトレーのサイズごとに使う水と粉の量を書いておく。リラインに使う材料の時間の指定も大きく容器の上に書いておく。このようにすることで記憶に頼らない新人でも正しい手順で準備、アシストをすることが実現できます。カラーコードを使うことでさらなる標準化が可能であると言われています。医療の質という報告書では、カラーコードで標準化をすることで、患者の安全が確保されたと報告されています。歯科ではこのように応用することができます。例えば、タービンとタービン用のダイヤモンドポイント、タービンのケース、タービンを置く棚、すべてを緑色に統一することで、密巾パックに詰める際も間違えることがなくなり、しまう場所も間違えることがなくなり、準備するときも素早くできるようになります。市内療法の道具をピンク色に統一することで、準備を素早く正確にできるようになります。さらには少し明るい色を選ぶことで診療室の雰囲気作りにも役立つと思います。外科用の道具なども非常に似た形の道具が多いものですが、カラーコードを応用することで見間違いが減り、片付けのミスも減り、準備も素早くなり、このような恩恵がもたらされます。カラーコードを使うことで滅菌パックの中に入っているものも見分けがつきやすくなり、片付けもしやすくなり、見た目がカラフルになります。カラーリングは滅菌を繰り返すと劣化しやすいのですが、そこは早めに交換することで対応しています。歯科における標準化はまだまだあります。例えばこちらはオートメーションシステムです。タービン、コントローラーに対する注油をオートメーション、手洗いを機械洗浄にオートメーション、シャープニングを機械でオートメーション、アルジネートの電話も機械にオートメーション。ここでちょっと投資のお話をしましょう。先ほどの洗浄機、実は125万ほどいたします。ちょっと高いんじゃないかって思いませんか？でも、こんな風に考えてみたらいかがでしょう。時給1200円の歯科衛生士が、もしも手洗い洗浄をしていたら、これは歯科衛生士の仕事、1000時間分に
仕事をします。1日1時間洗浄に従事すると考えると、わずか1000日で元が取れる。年間250日の診療だと、約4年で元が取れる。しかもその分、専門的な仕事に打ち込むことができる。などの恩恵が元が取れます。オートミックスシステムというものもあります。根幹充填台、次第築造、光合採徳、合着用のセメント、などは、オートミックス化することで、新人でも、簡単に、高品質に治療のアシストをすることができます。ディスポーザブルの製品も増えてきました。紙エプロンもクリップレス化することで清潔になります。コンポジットレジン用のディスポーザブルのカバーもあります。照射器にかけるディスポーザブルのカバーもあります。ニッケルチタンファイルの中にはディスポーザブル製品も登場してきています。根管内の乾燥にも綿線ではなく滅菌済みのペーパーポイントを使うことで簡単に清潔にすることができます。院内感染対策のための様々な標準化についてお話ししてきましたが、こんなにいろいろ材料を増やして大丈夫なの?と心配していませんか?材料代は売上の約1割と言われています。ここに投資をすることによる経営への悪影響よりもしっかりと投資をしないことによる悪影響の方が大きいのではないかと僕は思っています。手洗いも標準化できた。材料の準備も標準化できた。これで全て OK? まだまだ医療機関にはやらなければいけないことがあります。あ、無影灯から埃が落ちてきた。このオペ室、埃っぽいな。このガーゼ、埃がついているんだけど。清潔さについてシンプルに考えてみましょう。埃のない場所と、埃の溜まっている場所。どちらがいいですか?埃っぽい感じが好きという方もいらっしゃるかもしれませんが、常識を磨いて経営に活かしましょう。感染予防対策とアメニティに配慮した患者と医療従事者のための病院建築設計ハンドブックという本があります。その本に掲載されている病院建築ハード面の基本理念をご紹介しましょう。埃を落ち込まない、埃がたまらない構造、結露しにくく、乾燥が保てる構造、清掃がしやすい光、空気、音、温度、湿度が快適、耐久性に優れ、いつまでもきれいに管理しやすい、明るく楽しいデザイン。院内感染対策で最も大切なのは手洗いであると言われていますが、せっかく手洗いがきれいにできていて、器具がちゃんと準備できていても、院内がほこり、サビ、カビなどにまみれていては、せっかくの手洗いも台無しです。手指衛生のために院内をきれいにすることは、患者視点からの清潔さ、診療所がきれいな感じがする、快適な感じがする、スタッフにも清潔感がある、このような印象を与えることにもなるため、清潔で快適な歯科医院を設計することも非常に重要です。どれくらいきれいであればいいか。目指すレベルは、ほこりゼロです。例えば、待合室には、できるだけ平らな装飾をする。診療室は、通気性を重視する。
モニターやスピーカー、エアコン、照明なども極力埋め込み型にする。診療室の設計は、診療室の中の人の動き、器具の動きにも影響します。医院では、診療、洗浄、滅菌、保管というサイクルで器具が動きます。この流れが自然に生じるような器具、機械の配置、間取りが重要です。診療所の設計の段階で院内感染対策を考慮した動線を考えることが大切なのです。洗浄、包装、滅菌、保管がスムースにできるように自動洗浄機を導入するだけではなく、自動洗浄機と滅菌機の間にエアーを用意したり、十分な作業スペースを確保したりすることが重要です。滅菌用のブースは洗浄、包装、滅菌が一方通行になるように機材を配置する。ホコリがたまらないように棚には扉をつける。棚の上には隙間を作らない。作業スペースには段差を作らない。このような工夫をすることで作業もしやすく、手入れもしやすい環境を整えることができるのです。このように感染対策とスタッフ管理はプロセスの標準化をすることで、スタッフの負担を増やすことなく感染対策レベルを標準化し、ミスも減り、新人教育にも活かせる、など、ここには書ききれないほどの恩恵が期待されます。これに対して、プロセスを標準化することのデメリットは、ほとんどありません。医療の質という報告書には、このようなまとめが書いてあります。完璧な医療は、おそらく、はるか手の届かない遠くにあるだろうが、より良い医療は、手の届くところにある。ここで、耳寄り情報の時間です。皆さん、感染管理とスタッフ管理とか、もう、めんどくさくなってきたな。こんなことしなくても、患者がぐんぐん集まる、とっておきの差別化の方法があるんじゃないかな。そんな悪魔のささやきが聞こえてきませんか？そうです。実は、あるんです。とっておきの差別化の方法が。どうですか？聞いてみたいですか？そんなことに力を注ぐのではなく、医療機関としてやるべきことをやる。皆さんそれぞれの夢の診療室を実現化する。そこにしっかり力を注いでいただきたい。腕を磨いて、貯金をして、開業をして、スタッフを雇用して、何か大切なことが残っていませんか？家族と仕事をシンプルに考えましょう。家族と仕事、どちらの方が大切ですか？よすて人のような生活が好きだ。そういう方もいるかもしれません。常識を磨いて、経営に活かしましょう。陽子が講師に話をした。私どもの村には、正直者の Q という男がいて、自分の父親が羊をごまかした時に、息子がそれを知らせました。講師は言われた。私どもの村の正直者は、それとは違います。父は、このために、隠し。子は、父のために、隠します。正直さは、そこに、
自然と備わるものですよ。今日のポイントです。リード。良質な洋書や和書、たくさん読みましょう。Think。家庭と将来のこともしっかりと考えておきましょう。Participate。選挙と留学などの機会は無駄にせず、しっかりと取り組んで、より良い社会づくりに参加しましょう。つまり、家族を大切にして、夢の歯科医院を実現してください。